はい、皆さんこんにちは。コージローゲームスこと KG です。今日もファイナルファンタジー7エバークライシス攻略動画作っていくということで、本日やるのはですね、恒例のっていうかね、今イベントやっている得意バトルタワー、スキャネル、ウジュット、異形の重力、ノーマルの方ですね。で、境界者イラーってか、境界砲がステージ94、地下94階のラムーですね。まあでもね、この90階に入ってからでも、まあ全然強くないなっていう感じなので、このラムーもそんなに恐れることはないと思いますね。イフリート、ヘルハウスとね、来ましたが、そんなに強くなかったので、まあいけると思います。まあだけどね、一応編成は組んでおきましたということで、はい。一応ね、もう今回初見で行くんで、もう一発で終わらせるために、一応ある程度、まあ、がっちり組んでみました。はい。エアリス、クラウド、ガレットで行きます。それでは、所持品、ご紹介します。まあ、参考のね、一つにしてほしいなと思いますが、はい。一応ね、まあ、レインアタッカーとなるのはクラウドですね。はい。まあ、衣装は、まあ、バハムートで行きます。で、一本目の武器は一応ね、マリタイムソードをね、持たせていきます。まあもちろん水は弱点なので、一応クラウドはマリタイムで水で攻撃させます。で、セカンドウェポンにはバハムート体験ですね。まあラムーの出てくるまあランクによったら、この追加2万でもとも倒せるんじゃない？一撃で倒せるんじゃないのかなと思うんですよ。それで倒せないんだったら結構強いラムーだと思うんで、もう一回ちょっと考えようかなと思ってます。で、今回、リミット技、召喚技、それからこのアルティメット技のオート発動はオフにしてます。手動で行こうかなと思ってます。で、このクラウドの究極バスターソード、ブレイドは Z なんだけど、これはまあ、仏鋼と魔鋼を大ダウンしてくれるんですよね。で、1回しか使えないんで、まあ、中盤あたり、まあ、もしくは後半でも、ラムがね、気狂ったように物理攻撃力をね、まあ、5段階ぐらい上げてくるやつがおるんですよ。召喚竜のね、試練の方とかで。もしそうなった時のために、このブレイバーを温存しといて、まあ、やばそうだったらこれで解除しようかなという感じですね。まあ、大ダウン。3段階は削れるということです。で、あと、サブ装備にはですね、雷耐性アップと、水威力アップをつけてます。武器屋のサーペントイーター。あと、リバイアサンバスターですね。召喚竜の試練のところでドロップする。で、あと、レッドサーティのノーブルカラーでね、水の勢力アップと攻撃力アップがついてたりとか、そんな感じですね。ライズアビリティは、そうですね、水属性威力は、まあ、レベル7ですね。水属性アップが。まあ、レベル10までいきますね。120% までいけるんで、まあ、余裕ある人はね、水属性威力アップで上げていけばいいかなと思います。あと、HP アップとかでね、まあ、1万以上、ちょっと保てるようにっていうのと、雷属性耐性は、レベル3ですね。ちょっと低め、クラウドは。で、一応、魔防は180になるように、ちょっと、いろいろね、このマテリアとか、まあ、サブ装備の組み合わせかなんかでね、ちょっと魔防は上げておりますっていう感じですね。はい、以上、クラウドこんな感じです。召喚は、まあ、リバイアさん連れて行っておきます。一応、まあ、水の勢力が一番上がるのが、上がってるのがクラウドなので、まあ、一応、リバイアさんはクラウドに持たせておきます。で、次はバレットですね。バレットはですね、昨日、あげた動画の千葉の試練の EX2 をクリアした時のね、バレットで活躍したのが、この石田武氏のサメの武器ですね。このサメのね、こうシャークプランジャーというやつが、まあ、ATD3 で必死型が出せるんですよ。これ結構ね、美味しいんですよ。まあ、大概の必死型消しの武器って ATD、まあ普通の他の武器とかと同じように ATD 4ついるんだけど、この3で出せるのは結構ね、巻きが入るので、ひし形消しやすいと思います。ここ最近で、まあ、追加されてきている武器には、こういった ATD3 っていうのもね、増えてきていて、で、ひし形持ちっていうのもね、あるので、ルキアとかも確か持ってたと思うんだけど、で、今回もこのひし形 ATD3 でいきます。で、しかもこのね、シャークブランジャーはですね、炎属性耐性を中ダウンっていうのと、あともう一つね、HP が 50% 以上、ね、あればね、水属性耐性も中ダウンしてくれる。これも大段階までいけるって、かなりこれラムーに適した、武器だと思っているので、これなかなかいい武器だなと思って、今回バレットを採用して、この武器を持たせて、サイン破壊します。で、まあ、一つ目の武器にはソリッドバズーカですね。これもシバーの時にも使ったんだけど、で、これは魔法攻撃力を中ダウンですね。最大進化までいけば大ダウンもいけるんで、まあ、ティファのね、
アッパーシュートの代わりなんかにもなるんじゃないのかなと思ってて、またこれもちょっとね、集めていこうかなって今考えてます。はい、ルームインパクトソリッドバズーカですね。これでダブルの魔法をね、ちょっと下げていこうかなと思います。まあ、私が中ダウンですね。まあ、2段階だけだけど、まあ、重ねかけたら3段階までいける、大段階までいけるんで、一応ルームインパクトを持たせていきます。はい、バルットこんな感じですね。で、ノーマルウェアですね。はい、ウェアこれしか持ってないのでね、他何も持ってません。で、リミット技はですね、今回マインドブレイクでいきます。マインドブレイクは魔法防御力を中断、物理防御力を中断ということで、まあ、一応デバフは入るので、まあ、これでね、マインドブレイクで、ラムーの防御力ちょっと下げようかなという感じです。で、3装備もですね、このリライアさんカッターとかですね、はい、DC の時ですね、これも召喚獣の指令でドロップするやつ。リライアさんカッターの雷属性耐性アップ。で、あとセリウスのムミオなんかで HP アップと雷属性耐性アップ。で、あと、これは、ザックスのブラックウィスカーかな。うん。これは水属性威力アップですね。一応ね、水属性の攻撃はウォータラブローだけ持たせてます。はい。で、一応は水属性威力もちょっと上げようかなということで、今回ブラックウィスカーを1個持たせてるって感じですね。これはケアルラを使うっていうより、まあ、魔法プラス11っていうのがあったらね、つけてます。はい。ということで、まあ、戦力は 94,239 ですね。クラウドだけがね、ちょっと、跳ね上がってるんだけど、まあ、175,296 で、マレットは94,000、また10万いってませんね。はい。で、HP が13,460にして、まあ、仏鉱魔鉱に関してはそこまであんまり気にしてないかなってとこですね。で、その代わり魔法を191にしてます。はい。一応こんな感じですね。ライズアビリティで見ると、雷属性耐性アップはレベル4ですね。レベル4は 30% ですね。で、最後、エアリスですね。エアリスはヒーラーですが、で、今回エアリスはですね、まあ、赤い服に、いつもフェアリーテールをね、使ってます。全体のケアルガーですね、A ケアルガーを、使ってるんだけど、今回はですね、アンブレラをね、使ってます。このアンブレラって何かって言ったら、ギルド交換所のところでね、まあ、ギルドメダルか、あれで交換できる武器なんですよ。はい。それをまあ一応ね、8段階まで、突しています。今、ギルドメダルがちょっと足りなくなっちゃったんで、ここまでなんですが、このアングレラ、なかなかいい武器なんですよ。はい。で、クレンズレイン回なんですけど、味方単体の物理攻撃力ダウン、魔法攻撃力ダウンを解除してくれる。これね、アルキメット技じゃないんで、いつでも使える、何回でも使えるんですよ。一回切りじゃないんで、なかなか美味しいと思います。しかもですね、味方単体を中力の 100% 分回復するんですよね。これ美味しいでしょ？回復もしてくれるし、復興と魔鋼のダムをね、解除してくれるんですよ。これなかなか美味しいでしょ。ATB はね、4です。これは5じゃないのがまた美味しいとこですね。で、かつ、このアンブレラには、三つ目のサルアビリティのところに、まあ、ケアル全体化がついてるんで、ここにケアルラ持たせたら全体回復もいけるし、なんならこのクレーンズレインで個人回復もいけると。今回は、アングレラ、ちょっと持っていこうかなと思ってます。なので、ギルドメダル持て余してる方、迷ってる方、で、エアリスを頻繁に使う方ですね、まあ、ヒーラー役として、このアングレラいいと思うので、まあ、ちょっとね、頭の片隅にでもちょっと覚えておいてほしいかなと思います。で、セカンドウェポンには、サンアンブレラですね。ナイトフラワー使います。で、これは、ね、物理防御力を中断、魔法防御力を中断してくれるんで、まあ、ラムーにね、防御力デバフかけたいと思います。こんな感じで、エアリスはヒーラー兼デバッファーで動いてもらいます。であと、リミット技は大地の息吹ですね。これも物理防御力ダウンと魔法防御力ダウンを解除してくれるんで、攻撃ダウン解除、それから防御ダウン解除ができるエアリスですね。はい。しかもここにね、アルティメット武器、究極ガラドロット、シャイニーティマノスなんかついて、これも全体の物理攻撃力ダウンと魔法攻撃力ダウンを解除してくれるということで、まあまあ、なかなかこのエアリスをね、うまく使いこなすことができたらですね、なかなかいいんじゃないですかね。うん。このさっきのアンブレラも攻撃力ダウンと魔法攻撃力ダウンを解除してくれるんで、アルティメット武器のこのね、シャイニーテマノスの代わりになるんじゃないのかなという感じで、いい感じでね、このエアリス動いてくれたらなと思ってます。で、サブ装備にはですね、まあ、雷属性耐性アップと注力アップみたいな感じでいっ
ってます。ただマテリアもね、一応バツサインが言うので、一つバツ持たせてます。今回3人はブーストをもちろん1人もいないので、これでなんとかね、こちこち削れたらなと思ってます。ステータスはですね、99,831。ここも10万いってませんね。まあ、HP も1万ちょっとですね。はい。で、まあ、魔法復興もそんなには気にしてません。まあ、ですが、魔法は279と、他の2人よりも100ぐらい上がってますね。パレット191、クラウド180、エアリス279と。はい。なので、HP がちょっと低いんだけど、まあ、耐えてくれたらいいなとは思ってます。で、中力がね、2912なんで、ここもうちょっとね、上げたかったんですよ。このケアルール扱う場合はですね、ちょっと 40% 回復、マイナス 40% になってしまうので、ちょっと回復量が足りないかなと思うんだけど、ここのラムならいけるんじゃないのかと、いう感じで。はい、といったね、感じでいきたいと思います。推奨戦力は28万8千ですね。弱点、水、あと、罰と皮脂のサインがいるということで、総戦力36万9366ということで、まあ、8万ぐらいは、まあ、アップできてるかなっていうところです。はい、それでは行きましょう。はい、ラムやってきました。通常速度のオートでいきましょう。で、しばらくこのまま見ていきましょう。クラウド、大破山、水からいきますね。4万2000ぐらいっていうのが見えたかな、ちらっと。ダハムートブッキはまだ使わないか。ほん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 。使ってくれてもいいんやけどね。フェイストかかるし。さあ、サンダーランスはラム。バレットを狙ってますね。バレット耐えられるんかな？音も読んだら、あれしようか。バハムート大抵に使わせようか。クラウドに。2931。全然大丈夫ですね。衝撃のサンダーランスは、まあ、パレット2931で。さあ、必修型サイン来たので、ここはちょっとバレットにして、ドーサルフィンショットで、しがた行きましょう。あとの二人、クラウドとエアリスは、バツサイン消してくれたらなってとこですね。だこっちはデンバーフは食らってないんで、今、ウルティメット技を全然使う機会がないのかなと。あと、バツ消しで。はい、OK ですね。で、ここでインタラプト取って、クラドは今、大破山で5万6千ぐらいか。で、水耐性3段階下げてるね。ラレット頑張ったね。ラムもう HP ないんで、ここでちょっとブレイバー入れて、エアリスは今のところいらんか。はい。じゃあ、マインドブレイク。大解消だけでいっか。まあ、2段階や2連コンボ。で、リマリアさん入れて、音も呼ばなかったね。呼んだのかな？いや、見てなかったぞ。音も呼ぶまでもなかった。あ、いるわ。音もいたわ。あ、しかもラム生き残ったね。音もいたけど、リバイアさんで行ってくれましたね。音も全然見えてなかったわ。なんか、痛いダメージって食らったのは、最初のサンダーランス・バレットの2931だけで、裁きの雷を打つまでもなく倒すことができました。いや、でもよかったよ。強くなくてよかった、ほんと。いや、こんだけ、なんか、でかいこと言っておいて、急激に強いラム来て負けたら、また、色人のね、呪いみたいになって、勝てなかったら、もうどうしようかと思ったけど、ああ、ありがとう、梅さん。ここはちょっと梅さんにね、ありがとうって言っておきます。ノーマルの方の、吹き荒れる渦等は、100回までは、みんなクリアできるようなレベルにしてくれてると思うんで、もう、右ランでもいけると思いますね。はい。さあ、残すところあと5層ということになりました。明日は地下95階。さあ、推奨は炎と罰。誰だろう？まあ、誰でしょう？あ、アケナ。アケナか。ははははは。だからでも、これもまだ早い段階で、早い段階というか、もう残り5層だけど、うん、まだいけるね。推奨戦力は？いくら？ 29 万。まあ、ちょっと上がっただけだもんね。アケナ強いからね。だからここで出てきたってことは、まあ、いけると思いますね。今回そういやこのエアリスのアンブレラ
どれぐらいね、活躍してくれたのか全然わからなかったぐらいに早く終わっちゃったんですが、まあ、よかったらね、このアンブレラ皆さんで、ね、記憶に留めておいてください。いい武器だと思いますよ。パレットのこのシャーククランジャー、これは結構いい武器だなと思ってるんで、ラムーニー、ほんといい武器ですね。石型さんについて水属性も耐性下げられる。これはちょっとね、また集めていきたいと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。KG でした。